ああ、愚勢のごえ多少にも猛愛あいがたく、真実のじ心う行おっこうにもえがたし、たまたま行心を得ば、遠く祝宴を喜べ、と、なもわんらす、なもわんらす、なもわんらす、なもす。 改めて皆さんおはようございます最近コロナのワクチンが普及してきまして、だいぶ生活が前より楽になってきているのではないかと思います。私も何週間か前に2度目の注射を受け、次の日は大変でしたけれども、すぐ回復して今は元気で過ごしております。おかげさまです。 さて、えー、今日は、えー、仏教のご縁という、えー、教えについて少しお話をさせていただきたいと思います。ご縁は、えー、日本の文化あるいは仏教から教えられる最も古い概念であります。ですから日本語で、えー、ご縁と言いましたら日本の人たちはすぐ、えー、その意味がわ、えー、かりますね、えー。仏教での意味は、えー、ご縁は 因縁という言葉から来まして、この因というのは、まあ、因果の因ですね。因というのは何かの結果を起こす直接的な原因というものを指します。そして縁というのはその何かの結果を引き起こす間接的な原因を指すときに使う言葉です。 ですから、どの現象にもそれが起きる原因についての直接的な原因と間接的な原因があるわけです。例えば、大学の事件でいい点を取れたのは、まあ、自分が一生懸命勉強したことがその直接的原因であったかもしれませんが、勉強ができるために毎晩ご飯を作ってくれた母親、 または静かに集中できる勉強場所があった実家、そして勉強のサポートをしてくれた家族、または指導してくださった先生や先輩方が、まあ、その間接的な原因というふうに考えられることができます。したがって物事が起こることに関して原因を一つに絞ることができず、さまざまな因縁によって 物事が起こるという現象が起きているわけです。ご縁というのは、この因縁のことであり、周りの人たちやいろいろなものの支えがあったからこそ、今の私があると言ったような意味でよく使われます。えーまあ、一般用語としてよく使われますね、えーご縁とえー。ご縁は我々浄土真宗の信者としても大事な教えであります。 しかしこれを英語にすると難しいわけなんですね。語、え、弦、ー、というのは英語では causes and conditions といったえまあ少し珍しいまたはえちょっと硬い表現になってしまうんですけれどもえまあ一般のアメリカ人にとってえこれをえ言ったら多分ピンとこないでしょうね。自分はえいろんなところでまあ使っているので。 勝手にこの言葉が英語に定着していると思い込んでいるんですが、まあ、一般のアメリカ社会では多分これは簡単に通じないと思います。もう一つの英語訳を紹介します。これはエン n t ン r i n g ということですね。つまり、仏様とのご縁というのは決して自分から測るものではなく、予期しない出会いというポイントに注目して と訳すすのでこの表現は分かりやすいのですがやはり説明がないと何を言おうとするのかが分からないわけなんですね翻訳っても本当に厄介な作業ですよねご存知の通りにしかしこのご縁という教えの大切さは最近の日本社会にでももう一度考え直さなければならない教えではないでしょうか もしかしたら、まあ、国境を越えてむしろ現代の社会の中でこそ、えー、この語源、えー、という、えー、教えの大切さが薄れてきているので,のではないか、えー、ないでしょうか最近世界の問題を見ますと少数派の人たちを嫌がる排他的な考え方が流行になってきているようですこれはアメリカだけではなくヨーロッパの各国にでもこの問題が起きているみたいです 新しく発生,発生してきたのか、まあ、今までの問題がより明確になってきたのかどうか、どっちかが先に分かりませんが、先に来たのか分かりませんが、いずれにせよ少数派の他人を指して、その人たちを強引に問題に引き,引き込ませていることが起きているのです。実はこれは誤えという考え方がないから、そのような考え方に陥るのです。 この人生がご縁で成り立っていると分かる者にとっては少数派の他人を責めることができるのは自分の傲慢さから来、えー、る,ることだということが見えてくるのです。それはなぜかというと自己中心的な考え方というものが自分の心の中で逆転して阿弥陀如来様の大慈悲の世界が中心となって、えー、見えてくるからです。 煩悩というものは決して、えー、なくなりませんが煩悩がていている私が、えーここえー、心が私なんだと分かることで世の中を見る視点が変わってくるのです。自己中心的で、えー、自分勝手な己が他人を責める余裕がないと気づくことがこの「ご縁」という教えから、えー、分かることなんです。 この間、えー、ある本を読んでいて、次の言葉に、えー、出会いました。私にご縁があると思っていたが、あらゆるご縁が私をここまで。もう一度読ませていただきます。私にご縁があると思っていたが、あらゆるご縁が私をここまで。とありました。これを、えー、一度英語に訳してみましたが、えー、次のような、えー、文章になるのではないかと思います。 I thought that all the things that happen in life were for me. But in actuality, all these things brought me to where I am now. So I thought that all these things that happen in life were for me. But in actuality, all these things brought me to where I am now. 私が中心となって世の中を見ていました。しかし、よく考えますと、世の中すべてのものがご縁であり、そのご縁のおかげで今の私がいるわけであります。考え方が全く逆,逆転するわけです。自己中心的な考え方から真実の世界が中心となった考え方です。つまり、阿弥陀如来の お慈悲ののの世界に180度逆転するのでするでこれが念仏者の姿勢なんですまあ話がえ突然変わりますが自力の念仏で唱えている人と他力の念仏で唱えている人の違いは分かりますか分かりますかねそうなんです。全く分かりません。<laughs> 分からないんです。 えー、その2人の姿を見ても違いが全く出てこないんですね。こういうふうに合唱して何万だ何万だというふうに唱えている人は、ま、分からないんですね。しかし心の中に思っていることが全く違うんです。1人は自分が中心となって唱えているわけなんです。自分のために何かを求めてお念仏を唱えているわけなんです。しかしもう1人は阿弥陀如来様の働きが中心となって 唱えているわけなんですその人にとって煩悩不足の凡夫である自分は真実の世界と出会うはずがないのに今すでにその世界と出会わせていただいていると教えられる,教えられるのです外から見るだけでは2人は同じような姿でお念仏を唱えているのですけれども他力の世界と出会った人は合唱して皆を、えー、唱えるしかないのです 唱えざるを得ない状態ななのですなぜかというとあらゆるご縁でこの自己中心的な自分が阿弥陀如来様のお救いに出会うことができたと分かったからです今日は、えー、ご縁についてお話をさせていただきました私たちは、えー教ええー、数え切ることのできない因縁によって生かされているわけです世の中は自分のためのものだとか 自分が一番大事であるんだと言ったような生き方は、念仏者の、えー、念仏の道から背いている非常に狭い世界観で、えー、この人生を見ているのであります。阿弥陀如来様の大慈悲の世界と出会えると、この自分だけでなく、一切の主張を抱いてくださる世界が現れてきます。そしてその時になって、この人生の本当のありがたさが現れてくるのではないかと思います。 今日は、えー、ここまでにしておきたいと思います。ようこそのお参りでございました。最後に、えー、信内上人のご縁という、えー、言葉をもう一度拝読させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ああ、偶然のご縁、多少にももうありがたく、真実の上心、おっこうにもえがたし、たまたま行進を得ば、遠く祝縁を喜べ、と、ダモアミド